レッスン20。あーお。いーう。あーお。うーう。の発音。これはまあ、うで終わる、まあ、二重母音とうの長母音の音になるんですけども、まあ、ここではですね、このあうの音を使って、解説をしていきたいと思います。で、ここまで、まずあうなんですけども、ouch, power, now. まあ、この動きで、こういった動きが出てくるんですけども、お気づきの方いらっしゃるかと思いますが、これはレッスン4で行った母音オアピオ体操の、まあ、応用になります。なので、まあ、これ、ow で一番の違いなんですけども、これ応用していくので、一つ目、二重母音なんですけども、二重母音はですね、まあ、大体一つ目の母音にアクセントが置かれるので、まず、この1個目のあの母音をですね、だいたい 70% から 80% くらい取っていただいて、残りの 2、30% で2個目に来るうの母音を取ってください。なので、そうすると、あーおと綺麗に音が取れます。で、この時にもちろんオアピオ体操なんですけども、唇オアワ体操と口先ピヨピヨ体操の、まあ、組み合わせになりますので、そこもしっかりと意識してもらってやっていただけたらと思います。では、発音の方を解説したいと思うんですけども、はい、ではですね、まずこれ、あの母音ですね、先ほども解説しているかと思いますが、卵を横に置いたような形にしてもらえると、あ、で、ここから、あーですね、おわおわ体操入れて、あーで、ここでピヨピヨ体操。あーで、これと同様に他も、いーあーうーその一つ目の母音が、まあ、70から 80%、二つ目のうの母音を20から 30% というところを意識してもらって音の違いを感じ取ってみてください。